いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら、ぶどうがたくさん実ったので収穫をねしていきたいと思います。まずね、どんな感じのぶどうができているのか見ていきましょう。はいね、こんな感じで、はいね、ちょっと食べてみましょうかね。こんな感じで、はい、一つ食べましょう。甘い。はい、ちょっとね下品ですけど、はい、今度ねこっちのね、紫色の方、はい、いきます。まあまあ甘いと思います。はい、ということでね、何でしょうかね、これ突然変異なんですかね、色が混在してるブドウもねあるんですね。はい、あまりねブドウ興味なかったんですけども、はいね、ブドウがここまでなったんで、まあ、ちょっとね動画作ってみたいなと思います。はい、よいしょ。とりあえずね、あいにくの雨で足元が悪いんで、はい、気をつけながらやっていきましょう。はい、ではね、どうやって収穫していけばいいのかなっていうところなんですが、はいね、ではこんな感じで、前回ね手袋してなかったせいでブヨにね刺されましたんで、ちょっとね今回は完全防備で、はい、ではこの辺のね取りやすいところから行きましょう。ちょっとね持ちづらいからこう行きましょうかね。はいはい、どうでしょうね、こんな感じのブドウが、はい、取れました。はいね、ブドウ狩りのね動画なんて見たってどうしようもないんでしょうけども、まあね、はい、これ自分で食べるんじゃなくてね、一応こう差し上げるような感じに今考えてるんで、はい、なるべくねいいやつ取っていきましょう。はいね、よしね、こんな感じでどうでしょう。なるべくね大きなの取っていこうと思います。はいね、足元が悪いんで、ちょっとねこの辺はどうでしょう、ちょっとちもうねこういうちっちゃいやつはちょっと、はいはいはいね、なるべく大きなの、はいね、この辺はすごい塊になってますよね。ただね、どこでどう切っていいかが全く分かりませんのでね、ちょっともうこんな感じでちょっとライトをね置いて、はい、そしてちょっとねこんな感じでいきましょう。はいどこにどうねついてるか分かりませんのでね、なかなか難しい収穫です。はいね、この辺どうでしょう。はい、まず簡単に取れるところからいきましょう。すごく難しいです。はいね、ちょっとこの辺ね、ライト明るいところ、ここ行きましょうかね。はい、ね、こんな感じで今4房、ね、まあ100ぐらいは、100以上は当然ねありそうですよね。はい、ちょっと足元が悪いんだね、このあいにくの雨で。よいしょ、まあ、こんな時にね取らなくてもいいんですが、はい、ちょっとじゃあこれ色が違うやつ、これ取ってみましょうかね。はい、ね、なんということでしょうということで、混ざってたんですねこれね。はいね、ね、品種が違うやつが混ざってこうね交差し合ってたということで、突然変異ではないということはね今分かりました。はい、本当にねちょっとねどうやって収穫していったかしていっていいか、はい、はい、
この辺はねちょっと大きくていいかなっていうところですね。はい、ということでね、あとどれぐらい取りましょうかね。はい、本当に取りづらい感じですね。はい、というかもうこの辺もどうでしょう。はい、はい、ちょっとこの辺もいっちゃいますかね。うん、ちょっとね腐ってる感じがするんでやめましょう。はい、ということでね、今回こんなもんでよしとしましょうか。はい、ではちょっとね雨がすごいので、ね、手短にやっていきましょう。まずもうねここだったら刺されることはないと思うんで手袋を脱ぎましょう。はい、ね、では高木さんのねノズルでまずね、はい、もうこの段階でねちっちゃい悪いやつこの辺ねちょっとね、はい、取っていきましょう。はい、こんなね悪いやつ、はい、そんなね汚れてはいませんけども、はい、なんせね取るのが大変、収穫するのが大変ですね。はい、悪いやつは落としてね、ちょっとこの辺も差し上げるやつとしてはあまりよろしくないと思いますが、はい、ね、割れてるやつとかはちょっとね除去しましょう。はい、ということでね、はい、うわお、うん、いいんじゃないでしょうかね。よいしょ、はい、はい、ということでちょっと外れたやつちょっと食べてみましょう。うん、やめましょうねこれね、穴開いてるから。よし、ちょっとやはりねしっかり、はい、きれいに洗ったんでね、こちら食べてみましょう。大きいやつね、はい、うん、まあまあ甘いと思います。はい、とりあえずね、はい、美味しいとこだけ吸って、あとちょっと酸っぱい部分です。吐き出します。うん、ちょっとねこれは美味しくない。うん、ちょっとどうでしょうかね、これは差し上げるやつにすると、うん、あまり美味しくないで、これはやめときましょう。やはりねこれだけにしときましょうね。やはりちょっと甘くて美味しいです。はい、うん、うん、種はねこんな大きさなんで、はい、ということでブドウの収穫終わりですね。あとはライトを忘れないで撤収して終了です。以上、ご視聴ありがとうございました。